はい、どうも、メンヘロおじさんです。なんとか開始いけそうなんで、動画2本ほど撮っていこうと思ってます。1本目はリミックスポイントについてです。バー見たんですけれども、480円ぐらいで、ついているのでですね、9時にかけて、徐々に昨日の終値付近の487円にですね、戻してきて、そこからですね、もみもみするのか、あるいは下値は限定的かなというふうに思ってます。もう6日連続で陰線つけてるんでね、さすがに上がってほしいなというところなんですけれども、なかなか難しいよねというところでございます。多分大量報告書を出るのは待ってるような感じかなというところと、5月はもうこんなもんですと、で6月から何か仕掛けてきますというようなことなのかもしれないです。そこら辺は本当に期間の溝を知るというようなところでございます。はい。変わらずですね、出来高がきちんとできるというところをですね、見ながら、下値は買いに行くというスタンスで、でもこれ下値、450円かと思ってるんですけど、400円くらいで見ながらですね、仕込むチャンスっていうんですかね、そういうのは見ときながらやっていくのがいいのかなと思ってます。おじさん自身も550円くらいになったら、特定口座の株、一応300円台で買ってるんですけども、それを、言うたらさばいてもいいかなというふうには思ったりしてますね。下で待てる、時間を作るというのも大事かなというふうに思ってきました。この株を見てたら。はい。というようなところで、朝は特に言うことないです。はい。北朝鮮からミサイルがですね、3発を撃たれたということで、日経平均自体は下がる可能性は結構ありますけども、6時時点の先物がマイナス50円というところなので、ぼちぼちでしょうというようなところでございます。あとは、そうですね、様子見しながら、いろんな株をいじるというようなところかなと思ってございます。はい。というようなところで1本目の動画はこれで終わります。以上です。